こんばんは、ハロー YouTube。どうも、マサルです。今回は、レノボから新型のタブレットが発表されましたので、スペックや特徴などについてご紹介したいと思います。今回発表されたタブレットは、レノボタブ P10 というモデルになります。まず、はじめにスペックをご紹介したいと思います。スペックは次の通りで、参考までに、こちらもつい先日発売がスタートしたばかりのファーウェイの新型タブレット、メディアパッド、T5 のスペックも右側に記載しています。では、今回レノボから発表されたレノボタブ P10 のスペックですが、CPU はクアルコムのスナップドラゴン450、RAM は 3GB で、ROM は 32GB、ディスプレイは 10.1 インチで、解像度は 1920×1200 ドット、カメラは背面のアウトカメラが800万画素、前面のインカメラは500万画素、バッテリーは 7000mAh で、OS は Android 8.1。 そして価格についてもすでに発表されており、 Wi-Fi モデルの方が 34,800円、 LTE モデルが 37,800円とのことです。その他の特徴としては、ボディはガラス製になっており、かなり高級感のある仕上がりとなっています。またスピーカーは4つ搭載していますので、タブレットを持つ際に手で塞いで音が聞こえなくなるということはないかと思います。また、高音質技術のドルビーアトモスも搭載していますので、比較的安いタブレットではあるものの、音楽を聴くのはもちろんのこと、映画を鑑賞する際も臨場感のある音を聞くことができます。その他、まだまだ比較的価格の安いタブレットは、マイクロ B の USB 端子を搭載しているものが多いんですが、このレノボの新型タブレットの USB 端子は Type-C になっています。価格に関しては、ファーウェイのタブレットよりも、Wi-Fi モデル、それから LTE モデル、それぞれ1万円程度高くなっています。ただ、その分スペックも高く、RAM は 32GB 搭載されていますので、この辺もファーウェイの T5 と比べてかなり使いやすくなっているかと思います。特にバッテリー容量は 7000mAh とかなり多く、LTE モデルを購入して屋外でも使うという方の場合、このバッテリー容量の多さはかなりメリットになるかと思います。また、先ほどレノボの最新タブレットの方は、USB 端子が Type-C になっているとご紹介しましたが、ファーウェイのメディアパッド T5 の方はマイクロ B になっています。この辺もやはりレノボのレノボタブ P10 の方が使いやすくなっているかと思います。発売は11月上旬からということですので、まだ1ヶ月以上先にはなってしまいますが、手頃な価格で使いやすいタブレットを探していた方にとっては、このタブレットはおすすめかもしれません。なお、11月上旬というと、Apple の新型 iPad も発表されている時期かと思います。ですので、新型 iPad の様子を見てから、このタブレットを購入するかどうか検討するのもいいかと思います。ということで、今回は、レノボの最新タブレット、レノボタブ P10 をご紹介しました。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録、よろしくお願いします。